安藤春季から1553年9月18日は、出羽の戦国大名。檜山系安藤氏の第7代当主。安藤裕樹の子で安藤愛喜の父。性質は港、安藤隆樹の女。居城は檜山城。港家との間に起こったと推測されている、第一次の港騒動の当事者とする見解が一部より出されている。また、 安藤氏の服属下にある江戸地の柿崎氏の支配を強化するため、自ら江戸地を巡殺した。この時に、それまで100年間続いていた柿崎氏とアイヌの紛争を調停し、交易の協定を締結させている。正木藩の記録によると、1550年に江戸入りした春季の立ち合いの下、正木大館の柿崎敏弘、日の本江戸州長の尻内のチコモび、 カラコエゾ州庁の瀬田内の橋隊員が講和し、両州庁はそれぞれ党員、西エビス院とされ、エゾからマサキへの渡航を統制すること、橋隊員は上の国に居住すること、年広は和人との交易税の一部をエビス役として両院に献上することが定められたという。また、同時期にアイヌ民族の商船がマサキへ往来する手順も決められた。一般には、 戦国時代の蝦夷地は安藤氏の統制を離れ、柿崎氏が自立したと認識されているが、この経緯は未だ安藤氏の蝦夷地に対する権威が生きていたことを示すものとして注目されている。ありがとうございます。